はいどうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストだったり、そういったものを、僕が誰からも頼まれてないのに紹介するといった、番組になっておりますので、ぜひお時間ある方見ていただければ幸いでございます。ということで今回もやっていこうと思います。ミュージックトラベルでございます。今回ですけども、放送禁止になった歌ということでね、いくつか曲を紹介したいなと思います。で、放送禁止っていうとね、いろんな理由から、今回紹介する曲たちっていうのは放送禁止になってるわけですよ。で、その時代とかの背景もあり、今でこそこうインターネットでこう誰もがいろんな意見とかを発信できるようになって、音楽とかも、そういった芸術なんかもそうだと思うんですけど、やっぱり昔ってテレビとか、ラジオとか、そういった一方通行のメディアでしかなかったから、そういったものですごくなんかその社会的な思想が強かったり、倫理的にちょっと問題視されるような、歌詞というものはですね、実際に放送禁止になったりしたんですよね。で、その時にですね、要注意歌謡曲指定制度というものがありまして、これはですね、日本民間放送連盟がですね、歌詞の内容とか、そういったものを考慮して、その10項目の審査基準から、指定を受けた曲はですね、要注意歌謡曲というふうに呼ばれてですね、要注意の、これはちょっと放送禁止だというような、そういったことが言われたりとか、そのメディア関係テレビとかでも、その要注意歌謡曲には、なかなか流さないでほしいといった、そういったことがね、規制的になっていたんですけどもね、これはやっぱりこのね、先ほども言いましたけど、時代背景も相まって1959年にね、その規定がなされてですね、そこから1983年に廃止になっているわけでございます。で、廃止後もですね、自主規制するところも多かったりとかして、で、やっぱりその当時ね、フォークソングとかプロテストソングというふうに言われるようにですね、そういった社会的なメッセージというものはすごく強いわけですよ。で、そういったものをね、その放送禁止とか一時倫理とかに引っかかるのが、それはもう芸術ではないじゃないか、芸術っていうのはもっとなんか自分の意見とか本当に自由にこう発信してもいいんじゃないか、そういったことが相まってURC レコードってこの間やりましたけどもね、 URC レコードというところで、岡林信康さんの私を断罪せよとかをね、こうバンと出すわけでございますね。その放送禁止でもその歌詞とかに基準やされないような、もう本当にこのアマチュアレコードというかね、新たなレコード会社を作ってそれをね出すわけでございます。簡易制のレコードクラブという感じでね、そういった活動なんかもね、なされてきてですね、でもそういった、いろんな物議をかますような社会的にすごく波紋を呼んだ、そしてでもその放送禁止用語って本質的にすごく大切な日本にとって大切なことを言ってるんじゃないのかなという予想禁止用語もあればですね、これはやばいだろみたいなのもあったりするので、その辺も含めながら紹介していこうと思います。1曲目がですね、高倉健さんの網走番外地でございます。これはですね、高倉健さんの、その映画のね、そういった背景の、曲でございまして、このね、網走番外地って、そのタイトルからして、その映画もね、相まってそうなんですけど、やっぱりこの犯罪とか、網走って刑務所のね、そういった番外地、網走刑務所、そういった犯罪とかを肯定するような芸術っていうのはいかがなものかということで、発売禁止になったんですよね。ただですね、歌詞の内容でね、すごくね、細かくね、ここがいけないとかこの歌詞やばいだろみたいなのは特にないんですよ。ただやっぱりそういった犯罪とか反社会的なものというものを助長させるといった、そういったことがね、相まってね、要注意歌謡曲に、選ばれたということでございますけどもね。で、特にちょっとね、あるとしてもですね、その歌詞が2つ存在していましてね、一般的な歌詞ともう1個歌詞があるんですけども、ちょっと違っていてですね、例えば酒のことをキスと言ったりですね、その娘という言葉をですね、スケと言ったりですね、そのヤクザのね、隠語っていうかな、薬剤用語みたいな、そういったものがちょっと使用されていることも、ちょっと問題されたという感じでございます。これはね、しょうがないっちゃしょうがないのかな。でも別にこれはもうね、高倉健さんのあの世界観というか、あのなんていうか、この激しい高倉健さんのあの役、その存在感みたいなものって、アウトローなこういう感じの世界観を出すことは僕は全然芸術としてありだと思いますけども、こういったことがありました。はい、続いて、岡林信也さんのクソ食らえ節でございます。これがね、本当にこの有名
名な、URC のね、本当にこのね、第1回目の、まあ、アーティストというかね、岡林信康さん、本当に様々な物議をかましてきた方でございます。それと同時に、やっぱりこのフォーク界のもう神様と言われていてですね、まあ、フォークのレジェンドでございますね。まあ、サンヤブルースであったりとか、まあ、それこそチューリップのアプリケとか、まあ、その歌詞の世界観というのはすごく現実的で、その悲しみとか憂いとか、なんかその不条理さみたいなものを描いてるのがすごく有名ですよね。で、まあ、そういった音楽というものを直接的であり、ただ芸術的に書く、まあ、そういった岡林信康さんの、まあ、その歌詞というものも一度放送禁止になってるということで、まあ、クソくらい節でございますけども、まあ、これもね、レコード倫理規定委員会からですね、国家権力とか政治家というものを徹底的に風刺した歌詞になってるから、これダメだというふうに言われてるという感じでございますけども、まあ、その時のその参議院選挙なんかに影響出るんじゃねえかみたいなね、こと言われてるということで、別に僕はこの歌詞見た時、そこまで直接的に政治家を批判してるかとはあまりね、なんか別にそんなにって感じだったんですけどもね、発売のね、制作は中止されてしまったわけでございますね。こういったことがありまして、まあやっぱりこの今でこそいろんな方が社会批判とかね、まあその政治に口を出すっていうものがありますしね、まあでも今もね、ちょっとなんかこの間キャリーパミパミがなんかね、なんか政治のこと言ったらちょっと叩かれたみたいなって、アーティストはその音楽やってるやつはその政治のことを首突っ込んでくんなみたいな風潮がまあ今でもあるっちゃあるんですけど、まあただね、やっぱり影響力があるからそういう風に言われるだけで、別にね、一人の思想ですから、岡林信也さんという一人のその国民の一人の意見ですから、それを言ってはいけないって言ったら、またその国家のあり方までちょっと変わってくるじゃないですかね。こんだけの思想の自由とか発言の自由とか、まあそういったものがあるわけでございますからね。まあただやっぱ影響力があってね、倫理協定引っかかってしまったという感じでございますね。まあ本当にそのね、テレビ局で放映するとか、そういったこともなんか裏事情なんかもいっぱいありそうですけどね。まあそういったものがあってですね、まあただこれはね、その時はあのクソくらい節を A 面にして、サンヤブルースを B 面にしたレコードを出そうと思ってて、これがダメで、でそれでですね、まあサンヤブルースを A 面にして、友よという曲を B 面にしたというような処置が取られてるという感じでございます。ただね、先ほども言いました URC レコードからライブ版のね、ライブ録音のまあクソくらい節っていうものが発売されてたりしてね、全然聞けるんでね、そちらの方も見ていただければなと思います。はい、続いて高田渡さんの自衛隊に入ろうでございますけども、これもね、直すごい歌詞ですよね。なんかね、いきなりこのタイトルがすごいって感じですけどもね、これも僕大好きな歌なんですけどもね、まあこれ自衛隊に入ろうと、別になんかそこまでこうなんか放送禁止になるわけじゃなかったんですけども、高田渡さん自身がね、なんか本当に自衛隊入っちゃう人がいたりとかして、まあそういうことでちょっと曲を封印したりとか、まあ高田渡さん曰く、まあ右も左も別になんかどっちでもいいような、まあそういう感じにね、あの作ったとは言ってるんですけどもね、まあこれもなんかね、ちょっとそのね、やっぱその時のフォークの影響力、若者の熱量なんかはすごくやっぱりあるのかなと思うんでね、まあこれもまあまあちょっとね、高田渡さんといえば本当にこのなんかすごいそのまあ性格なんかもやっぱりこのね、なんかこう割とこうなんか尖ってるというかね、すごいそれもかっこいい、もうフォークで直接的なことを言っていいじゃねえかみたいなね、まあ本当にオラオラしてるっていうか、もう自分を持ってるそのね、高田渡さんという美学があってですね、まあその美学でね、この歌を歌うっていうのは、またこれもまあ一つの僕は芸術かなと思います。はい、続いて、はとばだよおとっさんでございます。これは美空ひばりさんで、これ1956年でございますからね、まあちょうど倫理規定がまだね、行われる前の時ですけども、これはですね、別にその歌が悪いとかじゃなくて、僕はこれ大好きな歌なんですけども、まあその中のね、めくらでもという、まあそういったね、歌詞で、これはですね、まあ差別用語なんですよね。まあその差別用語から結構ね、この、なんか収録とかダメだっていうかね、放送禁止になるんですけども、まあね、これでね、このベスト版とかにもね、まあ美空さんが亡くなってからもなかなか入らないんですよね、この曲っていうのはね。やっぱまあそういったこともあったりとか、カラオケなんかに歌っても、1番の歌詞のこのめくらという歌詞が抜けてる部分の2番と3番だけが流れるようになっていたりとか、まあそういった形で処置をされているといった感じでございますけどもね。まあこれもね、まあ差別用語なんかもね、まあ他にもなんだろう、なんだっけ、買い物ブギーね、笠木静子さんの買い物ブギーとかもなんだか、差別用語なんかありましたけどもね。まあ別にまあこれはもうなんだろう、受け手の取り方ですからね、なんかね、まあそこもちょっとね、あんまりこうガチガチにこう倫理として固めちゃってもね、なんかあんまりこう面白くないんじゃないかって僕はね、勝手に思うんですけどもね。はい、続いて、悲惨な戦い、なぎらけんじさんでございますね。いかにも放送禁止やりそうな感じのね、なぎらけんじさんでございますけどね。僕は大好きな、本当にギターの名手であり、そしてまあ本当にコミカルな歌が有名だという方あり、まあまあ本当にでも、まあ本当にこのフォークの知識もすごいですしね。まあこれは放送相撲のね、要はその回しがね、こう取れた時に、浮上負けっていうこう架空のハプニングのね、まあそういったものを語った
コミカルな、ね、ちょっと揶揄してるというかね、揶揄というかね、ちょっとなんかこう、いじってるみたいな、そういったニュアンスで受け止めていただければと思うんですけど、これね、日本相撲協会からクレームがあったとか言われてるんですけどもね、なんかね、実際にはなかったとか、まあそういったこともありましてね。で、まあ、なぎらさん曰くですね、結局言葉に罪はなく、その受け手の意識次第の問題だと、使う人の意識の問題だというふうに言ってるんですよね。まあ本当にその通りで、別に言葉に思うようなね、まあ言霊なんか言われてますけど、まああんまりこのね、特にあの罪はないんですけどね。まあそこでどう使っていくかとか、まあ歌なんかもやっぱりその言葉をただやるような詩でもないし、まあね、小説でもないので、その歌っていうかリズムに乗っけて歌うとか、メロディーに乗っけて歌うっていう、この歌ってること自体と、その言葉のこのね、なんか、ブレンドっていうものを含めて、まあ本当にその受け手の取り方とか、まあそのね、発信する側の伝えたい感情とか、まあそういったものがやっぱり左右されてくる。だからそういったところに気をつければいいんじゃないかという感じでと思います。はい、続いて静かなるアフガンでございます。これは長渕剛さんのね、まあ曲ということでね、これは2002年で割と最近ちゃ最近なんですけども、まあこれはね、まあちょっとね、そのアメリカをね、まあちょっと揶揄する言葉が入ってるみたいなね、まあそのやっぱりその日本という国とアメリカのその国交的な部分から来てるのかちょっとわかんないですけどもね、まあただこれね、2002年なんですけども、まあそのそれこそ URC レコード時代のですね、まあちょっとなんか皮肉を込めたような、ちょっと泥臭いような、まあそういった僕はね、そのフォークソングという感じに受け止めてるので、まあそういったところでこの2002年にこんな音楽を出すっていうのはやっぱ長渕さんのすごく才能だと思いますし、やっぱ長渕さんといえばガンジスもそうですし、なんかその一つの出来事とか、戦争とか、人のね、なんかその生き方とかね、まあそういったことっていうものをなんか直接的にちょっと物語仕立てに曲にするっていうことが、本当にその視聴者側のね、心をつかむ要因だと思っているので、この曲なんかも僕はそういった意味ですごくこれもなんかね、考えさせられるというか、問題提起がなされてる、すごく僕はいい曲だと思います。はい、続いて、原優子さん、まあ、サザンオールスターズ、I Love You は独り言でございますけども、これはですね、卑猥さというかね、まあ、そこが問題視されてるって感じなんですけども、まあ、こう歌詞見ても、まあ、確かにね、ああ、そういうこと言ってんのみたいな、ちょっと卑猥だなと思うところはあるんですが、ただ他のサザンの曲聴いてみろって感じですからね、ね、マンピー歌ってるわけだからね、だから、それに比べればって感じもあるけど、まあ、ちょっとまあ、でもまあ、直接的っちゃ直接的な表現もあったのかなと僕は思うんですよね。あとまあちょっとなんていうか、あのなんかこの歌だけじゃなくて、ちょっとなんかセリフみたいなのも出てくるんですよね。だからそこもなんかちょっとリアリティに近づけすぎたのかなみたいなね、まあそこもちょっとね考慮しての、まあ納得っていうか、んー、まあまあまあそういう風に物議になってもまあ仕方ないっちゃ仕方ないのかなと思いますけど、ただサザンとかのこのアーティスト性ってやっぱりどっちかって言ったら、そのまあそのね、なんかロマンスとか、まあ恋愛とかね、まあそれこそ下ネタなんかも、それどれだけおしゃれに発するかとか、どれだけなんかゴージャスに、どれだけ大人に表現するかってことが、まあやっぱサザンのね、まあその下ネタ、サザンのこの色っぽい歌の特徴で、まあそこが全然そのサザンは稚拙でもないし、逆にそれが一つの芸術になって、こんな表現するのかとか、あ、こんななんか表現の仕方があるのか、まあそういったことを視聴者が側が楽しめるって、まあこれがサザンの僕は魅力だと思うので、まあこれは別に、まあ全然今聴けるんでね、バラットっていう原さんのベストにも入ってるんでね、全然聴けるんで、これいいと思うんですけどもね、これ放送禁止になってからサザンがね、あのね、スタッフとかでね、原宿で、あの、女装してですね、抗議デモを行ったりとかしてね、ゲリラライブを行ったりするみたいなこともあってね、まあそういったこともあり、これあの、愛はスローにちょっとずつって、あの、最近一番新しい今日のミュージックビデオのなんか一部ちょっと収録されてたりしますので、ぜひ発見してみていただければなと思います。続いて、ピンクレディの SOS でございます。これは有名かな、まあ別にこれはね、その SOS も有名なんですけども、本当はね、オリジナルのレコードはですね、あの曲の冒頭部分に、モールス符号による SOS っていう、まあ遭難信号が効果音として使われてたんですよね。で、これはね、ダメだということになったんですよね。これはあの、なんか電波法というものに引っかかるらしくてですね、まあこのモールス信号による SOS 信号、まあ避難信号ですね。まあそういったものはですね、本当に緊急的な避難状況があればかけるといった、まあそういったそのなんかね、大切なまあ効果音というかね、ある意味この人間のなんかこう心理をこうなんか、多分皆さんも聞いたことあると思うんですけど、こうゾゾゾッとさせるような、まあそういったこのなんかね、あの緊急性みたいなところをなんか直感的に感じるみたいな音なので、まあそれもそうだし、あとまあ電波法という法律に守られてるという段階でここはね禁止になったって感じで、まあこれはしょうがないかなと思います。ただまあこのね、SOS という曲のね、この世界観にこのなんかそのモールシーンを実際に入れちゃうっていうのも、まあなんかちょっとね、お遊びで僕はね、なんかね、面白いなって
って思っちゃうんですよね。なんか曲の多様化じゃないですけど、まあ、それこそねピンクレディなんてその歌謡曲の中でも今日も本当トップのアイドル歌手だったわけでございまして、まあ、そういった意味でこの、ね、面白いこの音楽性の遊び心っていうの僕は好きなんですけどね、まあ、ただ法律がちょっとあれだったらねしょうがないって感じですけども、はい、続いて最後でございますけども、酔いと負けの歌でございます。はい、これはもうね、まあ、三輪明宏さん、これはちょっとドカタとか、まあその酔いと負け、こういったまあその差別用語が含まれてるからまあダメだというふうにされてるんですが、まあただ皆さんもご存知の通り実際にね、三輪明宏さん歌いましたね、紅白歌合戦で。これ僕はねこの歌泣いちゃうんですよ、本当に。これはね、感動してしまうというか、まあその母親のなんか愛とかね、なんかこう母親が一生懸命働いて、ね、男に紛れて働いて、まあ、そこで帰ってきてなんか、うん、母親とこうなんか自分との母親とのこの距離感みたいなのなんか、うん、世界観がすごく悲しくなるというような感じでございまして、まあ、その時代を反映してるのかなと思いますし、まあ、そういったその肉体労働とか、まあ、そういったことでね、お金を稼がなきゃいけないとか、まあ、そういった状況だから僕はある意味これも歴史家だと思ってます。本当にこの歴史の、まあ、日本の時代というものを反映させてますし、まあ、こういった曲はね僕は残り続けるべきだと僕は思います。本当にこの歴史を学ぶ上というか、まだ音楽の歴史だけじゃなくて本当にこういった事実があってね、まあそういった辛い思いをした方がいるということも含めてですねやった方がいいと思います。そしてまあこれ桑田佳祐さんなんかも2000年代のあの音楽虎さんという桑田さんのね、桑田さんの自身の番組なんかでも歌われてたりとかしますし、まあ泉谷茂さんが歌ったりとかしてます。これは本当にねいろんな方から世代問わず愛される曲だと思います。まあただこういった事情で一部放送禁止になった時期があったというような感じでございます。ということで今回放送禁止曲ということで紹介しましたが、ただ僕はね本当にこの一概にねその社会的な思想とかも僕はなんかこう偏ってるとかそういったことでもないし、右の思想でも左の思想でもないんですが、ただまあこういった音楽の捉え方、やっぱり先ほど何回も言ってますけども、受け手とか使い手によるまあそういったことのこのギャップとか、まあそういったことをちゃんと理解してですね、本当にその受け手とかの言葉の意味ということをちゃんと理解して、だとそれをねただそれにあまり影響されすぎるのも良くないし、まあただそれをねなんかこうただただ差別なんか放送禁止だって全てしちゃうのも僕は良くないと思うんで、まあそこはそこでね、だから皆さんもぜひ聞いてみて皆さんがどう考えるかってことが大切かなと思います。ということで今回以上です。ありがとうございました。